ファントム V ファントム V はロールスロイスが1959年9月から1968年まで製造した乗用自動車である。1968年ファントム6発売に伴い製造中よされ製造台数は516台であった。有名な個体としてはエリザベス2世専用車キャンベラ I2 がある。名称からすればファントム4の後継だが 実体は、シルバーレースの後継に近く、シルバークラウド2のカスタムコーチワーク版大型車種であり、基本的構成、サスペンションやブレーキ、エンジンも共通である。90度、V 型8気筒エンジン、内径ファイ4.1インイコール約 104.14mm、工程3.6インイコール約 91.44mm の 6227cc。 トランスミッションは4速 AT で、その車重に対応するためファイナルは、シルバークラウド2の3.08から3.88に下げられたが、最高速は時速 165km を超え、0から 50mph9.7 秒、SS1、4マイル19.4秒と並の実用車には追随できない運動性能を持っていた。それでも室内はほとんど無音で、乗り心地も、 非常に重厚かつフラットであった。コーチワークを行ったのは、パークウォード、H.J. ミュリナー、ジェームズ・ヤングのみとなった。ジェームズ・ヤングは、比較的スタイリッシュな後、6座ツーリングリムジンも作ったが、ほとんどは7、8座リムジンであった。1961年には、全2社が合併して、H.J. ミュリナー・パークウォードとなり、1966年に、 ステーツランドレイを発売している。価格は車種でこそ3130ポンドと、シルバークラウド2と大差なかったが、完成車は、パークウードリムジン6285ポンドなど、スタンダードサルーンより50%以上高価になった。リアの油圧ダンパーは、タウンとパレード用、ラフロードと高速用の2段階に調節可能である。パワーステアリングは、 路面間隔が希薄だと批判され1959年に改良された。1963年シルバークラウド3への改良に伴いエンジンが仕様変更を受け、またヘッドライトが4等式となった。ショートホイールベース版で2985ポンド、ロングホイールベース版で3045ポンド。時速50キロメートル以上。ありがとうございます。